はい、どうも、こんにちは、よろしくお願いします。おいします。もう山形のクソ田舎者ですよ。怖いよね、あの、お前。お前、クソはいいけど、田舎やめろよ、これ。どこで怒ってんだよ。調子乗ってんじゃない。調子乗ってはないわ。頼むよ、お前。まあ、まあね、今年もいろんなことあったけどさ。はい。あれ、なんかクラスターって使う人多かったな。いや、もうダメよ。何が。もう今頃、お前、何言ってんだって話ですよ。うん。これね、ちょっと自慢じゃないですけど、僕、実家が。 山形にあるんですよ俺紹介したわ、うん、山形っていうのはねものすごくいろんなものが進んでますからお前、うん、なんつった今クラスターまあそんな言葉山形じゃ何十年前から普通の会話で使ってましたからねそうなのそうですよすごいね当たり前じゃないですか今頃何言ってんですかおおどんな感じ山形ではクラスターを使ってるのいやなんだかやっぱ都会さんったよギスギスしてやんだね俺将来的にやっぱ田舎でクラスターいなまってんだよそれ <laughs> 暮らしたいなだろう使ってんですよ、昔から。ってなってんだろ、それ。みんな使ってますから。違うわ、それ。あと、な、あのスマホの普及で、サブスクっていうね、サービスが。はい、もういい加減にしてください。俺、まだ喋ってんだよ。いい加減にしてください。何よ。今頃、何言ってんだって話よ。えこれね、自慢じゃないですけどね。あのあれ、俺、実家、どこだっけな。山形だよ。山形山形。なんで忘れちゃうんだよ。山形じゃね、そんな言葉普通の会話でね。 もう何十年も前から使ってましたからねほんとかよ今頃何言ってんだって話よどんな感じに山形ではサブスクを使ってんのいや俺身寄りもなくて一人だけどよいえさでも一人だけど全然サブスクないっ、ね、何言ってんだよ <laughs> サブスクねて。ってんだよお前うるせえな黙ってねえよ一個も寂しくないって言いたいんだろそれようるさくないよあとねやっぱこれからの時代はね自分を表現できるもの

アイデンティティだろそれだよお前アイデンティティだわセラ使ってんだよバカ野郎お前意味が違うからなそれなあとねやっぱねこれからね免疫力を上げていかなきゃいけないから青汁とかに入ってるケールがいいらしいですね入ってんだこの野郎お前もういいよいかにしろやろお前もう黙ってくれあんだよ何も発せないでお前はねほんとお前全部そうやって言うだろそんなことばっか言ってると俺ケール用ね。ここでくんのかよすげえ油断してたわケールよお前いかにしろよお前帰れ帰れもうあ出た出た 出るよそれは出た出たお前何いいよ俺消えるよ俺帰れよただ俺は家坂っても一人だけど全然サブ少ないからね俺は <laughs> さっき聞いたわいい感じしろ